さあ、琵琶湖のね博物館後にしまして、続きまして琵琶湖スカイアドベンチャーに来ていただきました。あ、ここはねちょっと親はしないですけどね、子供だけで遊んでみたいと思います。すごいね、天王寺の施設を思い出しますね。琵琶湖スカイアドベンチャー、どれすんの？あ、ミニバンジー、あ、これやろ、これやな、このジップラインやな、これすんねんな。ここに輪っかあるの、ここに足入れる、そうそうそう、ここからこう食べて、あとで頼みに、なかなか怖いね、これは。さあ、次はね、はるくんの番やね。よし、結構怖いね、これね。何メーターぐらいあるのかな。よし、おっ、あ、いた。さあ、続いてはタクちゃんです。タクちゃん怖がりやからな、いけるかな。あ、来た。タクちゃん、タク、おい。怖がれた？うん。嘘。いや、めっちゃ面白かったの。そうやね。どうやった？なんかもう終わり。階段乗るとこかな。怖かった？確かにな、上のボンド怖いよな。え、面白かった？やばかった。嘘。そう。面白い。ハハハ。怖いって言いそうやな。